はい、こんにちは、ジャマです。今回はエグリプトを動画撮ってみようと思います。ってことで、ね、まあこのゲームね、結構ね、ジェムがたまらないので、前回からね、かなり空いてるんだけど、まあ、久々にね、ちょっとガチャを引いてみたいかなと思います。ということで、ハロウィンナイトガチャと、新シーズン記念ガチャ来てるけど、新シーズン記念ガチャの方はね、優勝のジェムでしか引けないので、選択肢は一つ、ハロウィンナイトガチャということで、引こうと思います。まあ、未だに俺ね、星5キャラ、すると1体しかいないので、まあ、とりあえずね、星5でね、1チーム、どんな形であれ組めるといいかなというのをね、とりあえずの目標にはしてるんですが、どうしようかな。まあ、石、まあ、20連はできるんだけど、できればね、少し、なんか不意にガチャが来た時にね、引けるような状態にはしておきたいと思うので、今回ね、とりあえず10連一発ってことにしようと思うんですが、星5が出ないとね、つい、もう一回引いちゃうかもしれない。まあでも、できればね、一発で、何かしらの星5を引き当てたいかなと思います。ってことで、行きましょう。いけ！さあ、なんか光の色がちょっと黄色っぽい。どうなの？ここから輝くのかな？あんまりまだね、たくさんガチャ引いてないからね。どうこれ？ああ、一個ある！一個あるけど？さあ、あれ星 4？ あれ今なんか虹色っぽくなかった？気のせいか。はい、星4のジンですね。ああ、もう一個あるよね。よかった。おーし！星5、ギルガメッシュ。これはどうなんだろう？オッケー、とりあえず星5をゲットできましたね。よかったよかった。で、おまけを受け取ると、さてさて、今回ゲットできたのはこの子ですね、ギルガメッシュ。ほう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 。敵全体 60% 魔法ダメージを高確率で2回。敵2体に高確率で、感電を2ターンということで、まあ、育ててみましょう。また炎だね。前回のスルトもね、炎だったので、ちょっと炎に、キャラが寄ってるかな。で、このジンもね、意外と、アリーナで見る気がするので、そっちはそっちでね、育ててみてもいいかな、という感じですね。図鑑を見てみる。今回ゲットできた子は、どこにいるのかなといた。ギルガメッシュ、宙に浮かぶ4本の剣を自在に操る。見た目は少年だが、多くの伝説を残している。ほー。スピードとディフェンス寄りなのかな？この感じは。まあ、育ててみましょう。はい、ということで、まあ今回はね、これで終わりにしようと思います。ありがとうございました。よいしょ。